ラジオ聴きの皆さん、ハイサイ協会デビルの時間となりました。今日のお相手は私、荒垣博雅、はい、ミキサーを担当していただきます。はい、はい、佐藤真奈です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、先週、先々週と、はい、山内牧師が担当していただきました。はい、お久しぶりですね。はい、どうもご無沙汰しております。元気でしたか？はい、元気です。9月は私選挙がありまして、はい、8月もね、選挙の関係でお休みをほとんど取ってましたので、はい、まあ、ラジオに出る機会がだいぶ少なかななってたんですけどね。まあ、また、9月の後半からは議会が始まるもんですからね。9月定例会、まあ、普通は9月で大体終わるんですけども、9月の後ろの方からスタートして10月の20日までが定例会だったんですよね。まあ、何をやるかというと、主に、決算という議会だったんですね。決算というのは、はい、その前の年、前年度の決算ですね。令和3年度、西暦でいうと2021年度の決算。まあ、どうしてもまとめて締めるっていうのには時間がかかりますので、はい、3月いっぱいで締めたとしても、水頭整理月間というのがいろいろあって、だいたい5月ぐらいまでかかるわけですよね。行政の場合は金額が大きいもんですからね、うんうん、100億とかっていうような話をいろいろと、まとめていくわけですから、まあ、そういうふうな、あれで議会にかけるのはもう9月10月になっちゃうんですよね。市はまだこれからだと思いますけどね、11月ぐらいに、決算議会っていうのがあるんかなと思うんですけどね。まあ、これだけ、長時間をかけて、審査をして、終わりましたので、まあ、なんとかもう今日は時間が作れてラジオにスタジオに入ることができました。よかったです。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日はですね、何を話しようかなってね、しばらくブランクがあるとね、ちょっと考えたり、あれこの話を前にやったかなとかね、いろいろとこんがらがってくるんですけども、まあやったかもしれませんけども、マナちゃんとは初めてだと思いますので、はいはい、いろいろとね、ユンタクもしていきたいなというふうに思っております。はい、それでは、早速ですけども、今日も、聖書の御言葉から拝読していただきましょう。今日は、新約聖書の、ローマ人への手紙12章の4節5節を読んでいただけますか。はい、お読みします。一つの体には多くの器官があり、しかもすべての器官が同じ働きをしてはいないように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人は互いに器官なのです。はい、アーメン。ありがとうございます。はい、まあ、コンパクトで分かりやすく読みやすい箇所だったと思うんですけども、はい、まあ、4節は人間の体のことを話してますね。そして5節は、まあ、体に例えて、キリスト者にあって一つの体でありっていうのは、まあ、教会とか組織のことを表してるんですよね。はい、まあ、それを一つの器官ということで表現して、まあ、比喩的に重ねているわけですよね。はい、まあ、これはおおよそ読んでいただければ分かると思うんですけども、まあ、聖書の中にはね、やはりすごいことがやっぱりいっぱい書いてあるわけですよね。創世記から読み始めるとね、これはおとぎ話じゃないか、これは、奇想天外すぎるんじゃないかとか、これは、飛躍しすぎるんじゃないかとか、いろいろ今までの我々の教育のレベルから比較してしまうもんですから、ぶっ飛びってなってしまうところが結構あるんですけども、まあそれは少し落ち着いて、はい、議事義堂に聖書っていうのは読むっていうのが大切だっていうふうに、まあたくさんの、牧師や、先輩方からも教わってきましたので、まあ、心を落ち着けて、信じられないっていうような話も読むことに心がけて私もやってきたんですよね。そうすると意外や意外、これが真実じゃないかなっていうので、だんだん頭の中がシフトしてくるわけですよね。今まで習ってたことが間違ってたん
と地白亜なっていう風になってきて、やはり聖書の方が正しいなと思ったりするわけですよね、はい、これを、聖書で、いろいろと調べていくと、まあ、世間一般の教育の中で大きな違いがある分野っていうのがですね、あの進化論と創造論という話聞いたことはあります？はい、はい、創造論、創造論はあまりないかもしれないですね。進化論はよく、はい、なんか耳にする、まあ、一般の学校教育はもう創造論オンリーなんですよね、はい、あ、創造論じゃない、進化論、進化論、はい、オンリーなんですよね。創造論なんて日本の教育で教えませんね、はい、まあ、クリスチャンスクールとかね、そういう特別な学校は分かりませんよ、まあ、教えてるところは確かにあると思います、うん、でも、公立の学校ではまずないんですよね、はい、でなぜここまでこだわるのかなっていうのもいっぱいあるんですけども、まあ、私がいろいろと調べたですね、やはりあの日本の教育っていうのはいつからこのように始まったかというと、ほぼ明治からなんですよね。明治時代、最近の気がしますね。なんか明治って言われたら、そうですよね、うん、はい、もちろん学校っていうのはあの江戸時代とかっていうのは、はい、寺小屋とかああいったのはあったと思うんですけど、おそらく 寺小屋で、進化論とかって教えなかったと思いますよね、うん、文字の、書き方とか、算術って言ってソロ版とかね、そういったのを教えたかもしれませんが、はい、読み書きそろばんっていう風にね、はい、ただこういう科学的なものとかっていうのは、やはりあの明治以降ですよね。まあ、例えなんて言ったらいいのかな、文明開化とか明治維新とかっていう風に多くの方々は言うと思うんですけどね、はい、まあその頃には、外国との、お付き合いが活発になってくるわけですよね。江戸時代というのは鎖国してますよね、はい、習いましたよね、習いました、はい、で一部中国とかと付き合いしたり、あの長崎に出島っていうのがあって、あオランダ人がちょこちょこっと入れるぐらいは認めていたりっていう、はい、まあ、あの出島っていうのもほんのちっちゃな島らしいんですよね、うん、東京ドームぐらいの大きさって言ったかな、僕行ったことないんだよ、ちっちゃいですね、うん、で26名か7名ぐらいいたとかっていう話ですよね、オランダ人でも、まあ、それでも随分と影響を与えたわけですよね、はいはい、江戸時代の、学問は、蘭学って言って、うん、日本の教育の、原点にもいっぱい影響を与えてきたし、はい、オランダ語が、日本語の一部としていろいろと、入ってきてるっていうのもあるんですよね。例えば、日本で最大のお祭りって聞いたことあります？最大のお祭り、うん、なんだろうな、三大祭りとかですか？いろんな祭りありますよね、はいはい、まあ、一番大きい祭りというのが博多どんたくというのが大きいらしいんですよね、はい、福岡県の博多ってありますよね、はいはいはい、博多どんたくっていう祭りがたくさん人が集まって賑やかな祭りでも、この博多は分かりますけども、どんたくって何なのって、なんだろう、どんたく、はい、実はこれオランダ語から来たって言われてるんですよね。あ、そうなんですか、カタカナ、はい、カタカナで書きますよね、オランダ語ドンタクとかね、あの、はい、日曜日という意味らしいんですよね。あ、ドンタクが、はいはい、なぜ日曜日っていうのが、祭りの名前になったかというと、やはりオランダ人っていうのは、クリスチャン多かったんでしょうね、当時からね、うん、で日曜日は教会行きますよね、はいはい、そしたら賛美をしたりして賑やかに振る舞うっていうのかな、そういう姿を日本人も見てたと思いますね。でお祭りみたいに楽しそうだったっていうふうに言われてて、それで、これなんていうのって言ったら、どんたくだからよっていうふうに言ったのを通訳を介していろいろやってたら、どんたくっていうのは祭りのことなんだみたいなことを思ったらしくて、博多どんたくっていう名前をつけて賑やかな祭りの代名詞になってきたっていうふうに言われてるらしいんですよね。マナちゃんなんかは土曜日学校だったっていう経験はないですよね。そうですね、もう今週休2日制ですよね、はい、僕らの頃はですね土曜日も学校だったんですよ。午前中とかでしたっけ、はい、午前中は、はいはい、午前中だっけね、午前中だけ、仕事とか学校だっていうのは何て言います、はいはい、待ってください、なんか最近聞いたんだよな。あ、聞きました。何だったっけな、うん、でも思い出せない、思い出せない、カタカナでしたよね、はい、カタカナ、もちろんカタカナ、なんかどんたくに似てた気がするね。そう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 、お、来た、カンパチさんから、あ、ハンドンさん、
そうですね、反論、反論。あ、そうだ、このドンもなんだろうみたいな話が出たことがあって、ラジオで。あ、はいはい、半分休みですから、そうそうそう、半分ドンタクという意味なんですよね、これね。あ、そうなんだ。はい、だから結構日本語の名残としてそういった、外国語っていうのは残ってるんですよね。いっぱいあるんですよね。あのこれオランダ語だったか、あのポルトガル語だったか分かりませんが、あの、うん、おんぶっていうふうに言いますよね、子供をおんぶするってね。あ、はいはいはい、このおんぶっていうのも外国の言葉らしいんですよね。え、それは初知りですね。おんぶも、はい、まさかの日本語ではなかった。カタカしてとかね、はいはい、そういう意味から来たらしいんですよね。へ、それとかあの女の子のうまくは何て言います？方言でですか？方言じゃなくて日本語でね、うん、今日本語、まあ、おてんばとかで言いますよ。おてんば娘とか、はいはいはい、おてんば娘、なるほど、おてんぼうって言って、これも外国から来た言葉らしいんですよね。へ、はい、手に負えないとかっていう意味があるらしいんですよね。確かに、はい、そういうふうにして、隠れた、外来語っていうのはこの明治以降とか江戸時代の後半とかね、そういった時期に入ってきた言葉が結構あったっていうふうに呼ばれてるんですよね。隠れてるんですね、意外と。なんか日常会話で、はい、へ、まあこれは前振りなんですけどね、はい、今日の本当のテーマはですねだいぶ脱線しましたけども聖書が示す、人体の機能についてということが本来のテーマだったんですけども、はい、まあ、外国からね、あの進化論の話も教わってきたわけですよね。明治政府は、日本語教育の中で、日本の科学の時間に、どうやって教えようかという時に、教える方法っていうのはわからないんで、外国からの方を招いたんですよね。これ辞書でも調べればわかると思うんですけども、お雇い外国人ということをよく言うんですけども、まあ、鉄道もあの作らなければならないんで、鉄道の技術を学びたいという時には鉄道の技術マンを呼ぶし、この科学技術を学びたいという時は科学技術 の、 あのこの教授とかそういった人たちを招聘するわけですよね。あるいはまた法律とかいろんな分野でたくさんの外国人をね、高いお金を出して雇ったんですよね。今で言うと、月収3000万円ぐらいとかって言われてるんですよね。だからもうあのプロ野球であの一流の選手いますよね、はい、まあ、大谷翔平なんかすごいあの契約金額っていうのがよくニュースで飛び交って、はい、ああいう感じの人たちなんですよね、はい、月収3000万ですからね、年収になるとどれぐらいで来るのかなと思いますけどね、まあ、そういうような人たちを東大に、招いたり、政府機関に招いたりして、教えをこうて、いち早く、日本の、なんて言いますかね、科学技術とかいろんな国づくりに役立てようということでなった、うん、その分野の一つが、この進化論だったとも言われてるんですよね。でそのからずっと今日まで、進化論教育が、見直されることなく来ちゃったっていうのが、今日の、我々の学校教育なんですね。でも聖書はそういうことは教えてないんですよね。聖書で見ると、聖書ではね、万物はね、6日間で作ったって書いてあるんですよ。はい。わかりますよね。はい。でも、進化論教育ではね、宇宙誕生は137億年でした。それぐらいに、はい、ビッグバンが起こったとかっていうふうにね。はい。137億とか8億とか、はい、ビッグバンが起こって、そして、星が形成されていって、太陽系がその後にできて、46億年ぐらい前に地球が誕生して、30数億年前に生命が誕生してきて、はい、現在に至るというような、なんかそういうような教えなんですけどね。確かに、はい、まあ、これもしかし30何億年前とか46億年前とかって言われてもピンときませんよね、はい、そうですね。6日間も同じぐらいの感覚かもしれませんね僕も、はい、遠くっていうか長い時間をかければなんとなくできるんだろうな、科学者はそれを計算したんだろうなみたいにして信じるしかなかったと思うんですよね。言ってしまえば、うん、一般素人は計算する方法や術検証するっていうこと自体が、不可能に近いんで、うん、もう信じるしかなかったと思うんですよね。それをまあ教育の中にも書き記されてきたもんですから、もうその通りそうなんだっていうふうに思い込んで、うん、我々は受け入れてきたっていうことなんですけども、でも一つ一つ実験したり一つ一つ検証していったら、なんとなんとあのこの進化論には
捏造が多かったっていうのが分かってきたんですよね。捏造って分かりますよね。はい、嘘、嘘ですね、嘘つきなんですよね、はい、例えば、猿から人間に進化するっていうのは、あの沖縄の博物館っていうのパネルが展示されてるんですよね、はいはい、ああいったのは雑誌とかでもね、教科書でもいろんな場面場面でよく見ると思うんですね。もうテレビ番組でもたくさん出ると思うんですよね。もうよくあのダーウィンが来たとかっていう番組があったりするんで、はいはい、あの親しくよく見てはいると思うんですけれども、じゃああれ本当なのっていうふうになるわけですよね。でも実際にこの骨を研究していって、調査したらどうやら、これらの骨は、猿と人間が混ぜ合わせて捏造されて作られたものがあるっていうのが分かってきたんですよね。とってもショッキングな、ニュースなんですけども、実際ニュースで報道はされてるんですけど、発見された時はね、センセーショナルにバーンって報道されるんだけど、うん、嘘でしたっていうのはちっちゃく書かれるんで意識しないんですよね、だけど未だに教育界の教科書にはそのまま載ってるし、見直した教科書もあれば残ってる教科書も両方存在してるんですよね。そうなんですね、はい、僕もそれもなんでなのかなっていうふうにね、なんとなく進化論が正しいということに期待を込めてるというところがありすぎるんじゃないかなと思ったりするんですよね。まあその中に、最近、ノーベル賞を取った、学者さんがいましたね。沖縄にも関係してますよね、沖縄、科学学術院、沖縄科学技術大学院大学っていうね、はい、略称 OIST っていうね、まあ、そこの客員教授であります、はい、スバンテ・ペーボ、博士という方ですね。スウェーデンのストックホルムで生まれた、67歳の方らしいんですけども、ノーベル賞、今年のノーベル賞ですね、生理学・医学賞っていうのを受賞したんですね。日本でも山中信也さんが、信也教授が受賞した賞と同じなんですけどね、この賞を何で取ったかというとね、ネアンデルタール人のゲノム解析っていう分野で功績があったということで、ノーベル賞受賞に預かったということなんですよね、はい、ネアンデルタール人は人類が進化する前のなんか、新人原人なんか そういうふうに言われているんですけども、果たしてどうなのかっていうことなんですけどね、どう思いますかネアンデル、確かになんかいろんな種類がいたなっていうのは覚えてるんですけど、うん、この人はそれをどうしたんですかね、ゲノム 解析をした、解析をしたのか、はいはいはい、いわゆる DNA の中にあるいろんな、遺伝子の構造を解析したんでしょうね。おお、あ、本当だ、記事にも大きな影響を与えたって書いてありますね、うん、DNA の、はい、はい、まあ、こういったものはね、いっぱい過去にあってですね、ピルトダウン人とかね、あるいはネブラスカ人とか、アウストラルピテクスアフォレンスとかね、まあ、下噛みそうな、名前がいっぱい出てくるエンジン、うんうん、猿と人間の中間みたいな生き物が昔はいたんだよみたいなので報じられて、今でも、博物館行くとパネルが展示されてるんですけども、これ一つ一つをね、本当にそうなのかっていうことで骨を調べたら、もうほとんどね、この骨っていうのは全身骨格はないんらしいんですよ。一部の骨で、継ぎはぎ継ぎはぎをして組み合わされて、大半は想像で、作られて、肉付けしていったらこうなんだっていうことになったんですね、でネアンデルタール人がなぜ人間の前の生物だったっていうふうに思われたかっていうとね、はい、実はあの足がちょっと曲がってたらしいんですよね。膝とかですか。はいはい、そうそうそう、膝、ピンポン、そして腰も少し、腰とかあの背骨が少し曲がってたらしいんですよね、はい、それで人間と猿に近いんじゃないかなっていうね、
言われて、人間でもない猿でもない中間の生き物みたいに思われたらしいんですよね。で、要するに気をつけができないわけですよね、人間みたいに。うん、なるほど、そうですね、イメージとしてはなんか前かがみというか中腰で歩いてるイメージですよね、はいはい、でも後にですね、この骨を、ね、徹底的に研究した方がね、調べた結果ですね、この骨っていうのは洞窟から出てくるらしいんですよね。洞窟、お、はい、洞窟を調べていったらなんとですね、石器で作った笛も一緒に出てきたりね、楽器、へ、あるいは壁画が出てきたり、あるいはなんか鍋か何かを使って、煮物とか料理をしてた跡が出てきたりするらしいんですよね。そして、集団で生活してただろうとかね、はい、いろいろと出てきて、なんとなんとこの骨さっき曲がってると言いましたね、はいはいはい、この曲がってる原因が分かったんですよね。ビタミン D が不足していたヨーロッパの北の寒い地方の洞窟なんで、はい、実は関節炎にかかってたっていうのが分かってきたんですね。そして背中が曲がってるっていうのはクルー病っていうね、はい、それも病気で、病気ですね、はいはいはい、今でもその病気はあるわけですよ、人間でね。関節炎の人って聞いたことありますよね。そうですね、こっちの議会にもね、何名かいるんですけどね関節炎でね、あいたあいたって階段登るのがきつ辛そうな人っていうのがいるんですけども、はい、現代人でもかかる病気ですよねまあ、沖縄ではクルー病というのはそういないと思いますけどね、まあ、かつてはちょっと差別用語になるかどうかわからないんで、セムシというふうに言われた時代があってね、はい、童話にもありましたよね、なんとかのセムシ男とかっていうふうにね、昔あったんですけど、今ちょっと言い方が良くないかもしれないんで変えられたかもしれませんが、まあ、そういうふうなものだったっていうのがだいぶ分かってきたんですよね、うん、まあ、そういった、捏造が繰り返されてきたっていうのがたくさんあったもんですから、はい、これはちょっとね考え問題だなと思ってね、教育界の、中には、聖書の記述がなんでここまで拒否するのかなっていうことをねちょっと一緒に考えてみたいと思うんですけども、その前に CM 行ってからまたお話ししましょうか、はい、曲も聞いてからですね、先に行きますね、はい、はい、今日の曲は主の愛でお流させていただきます。中学校ぐらいの時にさ、はい、人間とチンパンジーの中間種だと言われたオリバー君っていう、オリバー君、あれ聞いたことあるかもしれない、生き物がね、日本にまでやってきたことがあるのよ。あ、で高級なホテルに泊めてね、テレビにもう引っ張りだこで、はい、少年雑誌なんかもういっぱい載ってきてさ、はいはいはい、なんか猿だろうなと僕は思ったんだけど、でもチンパンジーともちょっと違うなと思うような感じがして、何か、ね、毛の色がね、はい、シルバーでピカピカピカって光ってるような、あ、じゃあ真っ黒ではないってことですか。真っ黒ではないんですよね、光っていて、でビールもよく飲むし、ビールが、ね、まあ、もちろん服つけさせてるわけですよね。あ、なるほどなるほど。それで、パンをしてたからもう分かんないけど、とにかく人間の仕草をいろいろやったりするんで、中間種の生き物だっていうふうに話題になったのがあってね、はい、俺は子供だから中学校1年か2年くらいだったんでね、はい、とっても興味津々でね、あ、やっぱりいるんだっていうふうにね思っちゃったんですよね。オリバー君って調べたことある？今見たんですけど、これは何なんだ、あれ猿にしか見えないけど、猿ですかね。まあ、後半はね、はい、2006年ぐらいまでこの
ウーストリーパーも生きてたらしいんですよね。でも本当になんかちゃんとスーツみたいなの着てますね。うんうんうん、で日本のテレビ局が呼んでね、はい、高級のホテルに泊まって、なんかお金持ちの人に買われたらしいんですよね、サーカスに言うのもね。あ、それでちょっと手入れしたんでしょうね、あれね、いろいろと。あ、なるほど、普通に野生ではなくて、うん、ってことですよね、誰かに。結局はフェードアウトしていくみたいですね、さーってもう話題にもならなくなったんだよね、はい、でもやっぱり追っかけて調べていった人たちが言ったら、これもね、なんて言われたか、あの染色体の数がね、はい、人間は46なんですよ、はいはいはい、でチンパンジーは48なんですよ。でこのオリバー君は46と8の間の47なんだっていうふうに言われたわけで、47、うんうん、でも、これは全くの嘘800で、あ、じゃあ適当に行ったんですね。適当に行ったんですよね。でもわざわざ素人は調べないですよね、こんなのね。まあ、そうですね、分かんないですもんね、うん、なんか調べた結果そうなったんだよみたいなことを言うんで、中間人ってやっぱいるんだっていうふうに思わせたんですよね。なんかね、見た、もうそうですね、写真だけ見たの、もう何でもありの時代だったね、あの頃。すごいですね、なんか結構もなんか都市伝説みたいな感じで残ってますね、うん、今は。いたんだ。まあ昔はね、ネスコのネッシーもいるというふうに信じられ、ネッシーもなんかいるというふうに信じられた時代でしたからね。うん、あ、その時代ってやっぱそういうのが流行ったんですか。流行った、流行ったね、やっぱありますよね。あれだから40年ぐらいしてからあの明かしたわけでしょ、我々がね、実は、こういうふうに撮影したんだよっていうことでカミングアウトしたっていう。騒がせるだけ騒がしたみたいな感じです、うん、世の中を。あのミステリーサークルって聞いたことある。ああ懐かしい、あのあれですよね、大きな絵ですよね、懐かしい、なんて麦畑にね、はいはいはい、あのサークルができるわけね、円形のね、あれも、プロップサークルとかミステリーサークルとかいろいろ言われてて、なんか宇宙人が作ったんじゃないかって、ね、言われてたけど、それを、若い青年たちがね一夜にして作ったって。あ、すいません、始まってます。はい、始まりましたね。ハイサイ教会デビルをお届けしております。今日は、聖書が示す人体の機能についてということで、入ってますか。聖書が示す人体の機能についてというタイトルでお話をしております。ローマ人への手紙の12章の4節には、一つの体には多くの器官があり、しかも器官なのですという御言葉を中心にしてお話をしておりますが、進化論のね、あの話の続きにちょっとなるんですけども、私たちの人間の体の中でね、はい、以前にね、取り残された器官、いわゆる痕跡器官という言葉があったんですね。何々の痕跡が残ってるというふうに言いますよね。はいはいはい、はい、その痕跡、あと、あとの残りですね、はいはいはい、例えばあの私たち の、あのお尻の先端は尾骨と言いますよね。あ、はい、言いますね。まあ、昔は尾底骨と言ったりしたんですけども、はい、尾骨、これはあの猿だった時代の尻尾の名残だというふうに言われたんですね。あ、聞いたことあるかも。聞いたことあると思うんですね、はいはい、それがもうまことしやかに普通に言われてて、自分も信じてた一人なんですけども、あ、人間は昔猿だったから、その名残でね、進化する過程で、尻尾いらなくなってね、へっこんでいって体の中に収まってしまったんだというふうに思った時代があったんですけども、あるいはまた盲腸ですね、盲腸のことを、虫垂って言いますね、はい、虫って虫のが、ね、垂れるという、垂れる、はい、虫垂、まあ、これもですね、草を食べる動物、ウサギとかね、はい、草食動物には、大きな虫垂があるらしいんですよね。だからこれも、昔の動物の名残で切って捨てても別に問題ないよっていうふうに言われてて、いらない器官、
まあ、名残りで残ってるだけだっていうのがね、うん、人間の体にね80箇所ぐらいあるというふうに言われたらしいんですよね。まあ、代表的なものがこの2つかな、はい、だったんですけども、これ調べていったらね、いや実はね尾骨っていうのは人間の体の中でとても大切な器官だっていうのが分かってきたんですね。猿にはないような機能とかね、そういったのがあるっていうのが分かったんですね。その、尾骨にね、いろんな筋が、要するに筋肉をつなぎ合わせる筋がね、つなぎ合わさってるらしいんですよね、はい、それで人間は、座ることができるっていうふうに言われてるんですね、うんうんうん、その、筋肉の筋がちゃんと整ってないと、椅子に座ったり正座したりっていうのができないらしいんですよね。だそれができるのはこの尾骨があるおかげっていうふうに言われてるんですね。それとか人間っていうのは理性がありますから、おトイレ行きたいって言っても多少我慢したりすることありますよね。でも動物っていうのは、特にねヤギとか見てるとね、馬とか見てるとね歩きながらでもポロ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 催したらそのまま、うんちしたりするんですよね、はい、人間はトイレまで我慢したりして、うん、これは、脳が指令出してお尻の方の筋肉が、ちゃんとコントロールするわけですよね、そういったものもその尾骨も関係しているっていうのが分かってきたんですね。ですから、とても動物が持ってた機能とは全然違って人間特有の、機能を、果たしているっていうのが分かって、尻尾の名残じゃないっていうふうに分かってきたんですね。そして虫垂ですね、このさっき言った盲腸、それもですね、実は、人間は、食べ物を食べるときに、誤って、傷んだものを食べたりするときがありますね、はい、腐ったものであったり、うん、毒があったりするとね、それを、排除するためにはね、リンパっていう器官があるんですよね、はい、手とか怪我したらね、脇が痛くなるときがあ、もう今の人はないだろうね昔の子供たちはね、怪我したりするとね、結構放置してね、ただ水で洗ってっていうふうに赤チンつけてっていうぐらいでやるから、バイキンが入ってね、こうリンパが痛くなるときあったんですよね、手とか足とかね。結局はそこにバイキンが入ったときに戦ってるんですよね、リンパ管で、うんうんうん、はい、それが盲腸も一つのリンパ器官っていうのが分かってきたんですね。へ、はい、腐ったものが、腸に入ったときに、排除してくれるっていう役割があるっていうのが分かってきて、これは、人間にとっても大切な器官であるっていうのが分かってきたんですね、うん、じゃあなんで切っても大丈夫なのっていうふうに今度は疑問が出てくるわけですよね。人間の体っていうのはね、やはりバックアップする機能がちゃんとあるわけですよ。もう人間の体っていうか動物も含めてですね、はい、だから目っていうのは2つありますよね、はいはい、片方の目がやられてもなんとか片方で見ることできますよね腕も、片方が、なんだかなんかやってね、損傷してももう一つの手がバックアップしてくれる。もちろん不自由はありますよ、はいはい、不便さは出てくると思うんですけども、人間の体っていうのはそういうふうにバックアップ機能はとりあえず整えられてるっていうところがあって、はい、このリンパ管も、一箇所がやられても他の器官がカバーしてくれるっていうことも分かってきたんですね。それでこの80箇所ぐらいあった痕跡器官という言葉は今は、ゼロになったんですね、はい、医学的にこれが全て分かってきて、うん、昔は、痕跡器官だというふうに進化論の、証拠だというふうに言われてたものがもう消されていったんですよね。だからこういうふうにして時代とともに研究進んでいくとね、いろんな面で、進化論の嘘っていうのが暴かれていくんですよね、はい、そしてもう一つヘッケルっていう人は聞いたことあるかな、ドイツの、まあ、医学者なんですけどね、お医者さん、はい、この人はまあ、これ大体ダーウィンの時代に近いんですけどね、1800年代の後半の人なんですけども、この人が産婦人科の医者だったのかな、
そしたらあの受精卵が、お母さんのお腹の中で成長していくときにあの肺っていうふうに言われますよね、はい、なんかあの、ピーナッツみたいなあの形にしてますよね、 はい、あれが、お腹の中で人間も魚も両生類も爬虫類も同じなんて言いますかね、名残をたどって、分かれてくる。だからお腹の中では人間も魚類のような形をしている、うん、それが両生類に変わって爬虫類に変わって哺乳類になっていくっていう過程を短期間だけどお母さんのお腹の中ではそういう歩みをするんだということで絵で示したんですね。絵で、はい、当時はあのこういう小さなミクロ の写真を撮る技術がなかったもんですから、まあ、顕微鏡で見てはいたと思うんですけどそれを撮影する技術はなかったもんですから絵で描いたんですけど、このヘッケルというお医者さんね、実は絵がとても上手だったんですね。あ、上手だったんだ、よかったですね、はい、なんか下手なのかと。で、展覧会に絵を出すぐらい、あのいろんな才能があったらしいんですよね。そしてこの絵が実は捏造だったっていうのが後に分かってきたんですね。魚は、独特の魚の形をしてるんですね、肺の時代から、はい、人間は人間の独特の形があって、亀は亀の形があって、鳥は鳥の形があるっていうのが後の、顕微鏡とかね、そう撮影技術とかが発達してきたら分かってきて、このヘッケルさんはこの絵に、細工をしたっていうのがバレたんですね。だから前のめりになって、進化論を、証明しようということに、一生懸命熱心に取り組んだ、結果かどうかは分かりませんが、そういうふうに捏造に、手を染めてしまったっていうのがあって、今ではこの絵はほぼ、ほぼ、教科書から消えていってるんですけども、まだ一部残ってるかもしれませんね。確かに、はい、なんか今調べたら、うん、ヘッケルさんのスケッチと、まあ、本当の、うん、あの撮影できたあの写真の参照が、あ、インターネットでも出ますか、はい、結構違いますね、はい、違いますでしょでもね、我々の子供の頃はね、そういうの覚えさせられたというか習ったことがあるんですよ。でも後にね、いろんな研究するとね、バレちゃうんですよね、絵が本当にすごいですね、なんかリアルっていうか、はい、で絵がうまいんですよ ね、彼は絵心があったっていうことで、まあ、そこは褒めてもいいかなと思うんですけどもただいかんのはやはりね、真実をねじ曲げてね、こう発表するっていうのはどうなのかな。でもね、やはりいろんなサイエンスの本に載ってもね、長い間書き消されないで何十年も生きてくるっていうのはよくあるんですよね。さっき言ったいろんなあの類人猿のものっていうのは40年ぐらい分からなかったって言われてますからね。まあそれは我々の時代に教わったものが嘘であったっていうのが今日分かったって言っても、まあ不思議じゃないなっていうふうに思ったりするんですけども、はい、いかがでしたでしょうか。私たちの、体はね、何一つ、あの不要なものはないというふうに聖書に書いてあるんですよね。だから器官っていうのはもう同じ働きしないよっていうふうに書いてるんですよね。で他 の、 あの聖書箇所にはね、何と書いてるからと言いますとですね、これは、コリント人への手紙第1の本ですね。実際体はただ一つの部分からではなく多くの部分からなっています。たとえ足が、私は手でないから体に属さないと言ったとしても、それで体に属さないくなるわけではありません。たとえ耳が、私は目ではないから体に属さないと言ったとしても、それで体に属さなくなるわけではありません。体、もし体全体が目であったらどこで聞くのでしょうか。もし体全体が耳であったらどこで匂いを嗅ぐでしょうかということで、みんな役割があるんですよということがどん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 これ続いていくんですけどね、はい、手も足の役割はできないし、やはりみんな役割が決まっていて人間は一つの体になっているというのは、まあ素直に考えれば当たり前の話かもしれませんが、聖書でもこれ丁寧にこれをイエス様は解説してきたわけですよね、はい、ああなるほどなって言ってね、目が足の役割をすることはできないですよね、
はい、逆もできないと思いますが、みんな役割があって一つになって、お互いが助け合って、体の機能というのは、備わっているということがお分かりいただける。すごいですね、そういう機能を、作ってくださった神様というのはですね、うん、はい、これもね、はい、もっとね掘り下げてね、分子生物学っていうようなね、分野で話するとね、はい、私たちの体っていうのは60兆個の細胞でできてるっていうのはよく聞くと思うんですよね、うん、そうですね、はい、すごいですよね、60兆個って1から60兆って数えたことないですよねそうですね、もう人生終わっちゃうんじゃないかなと思うぐらいの、すごい数ですよね。その中にね、一個一個の細胞にね核っていうのが入ってるんですよね、はい、なんか習った気がしますね、習ってますよね、それもね、はい、この核をねパッカーンと割るとね、中に折りたたまれてる何かが入ってるらしいんですよね、何かが、はい、この折りたたまれてる折りたたみがね、うんうん、もう芸術作品のようにピシーンと折りたたまれてるらしいんですよね、もうこれもちろん電子顕微鏡のようなね高級な顕微鏡でしか見ることできないんですよね、あ、一応見れるんですね、はい、そういうこれは誰が折りたたんだのかなって言って、人間の力では絶対折りたためないらしいんですよね、だけどこれ作者がいるんだろうなっていうふうに言われるんですよね、でこのね折りたたまれてるのを丁寧にゆっくりとね剥がしていくことができるらしいんですよ、これをねビロ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 って剥がしていくと2メートルぐらいの糸になるらしいんですよね、はい、これを二重の螺旋構造で巻いてるっていうふうに言われてますね、リボンのようにですね、はい、はい、まあ、だいたい DNA の A を見たとき思い出しますよ、はいはい、螺旋状のね、はい、これが2メートルの糸かける、60兆個ですから、地球と、太陽を400億往復できるぐらいの、はい、長さになるらしいんですね、これが私たちの体に入ってるわけですよね、そこはまだ、序の口なんですよ、序の口、はい、その2本のこの、くゆられた糸の間にね、はしごのような段がついてるんですよね、はいはい、横棒がね、はい、こうはしご登っていくようなね、はいはい、これがね30億から31億段あると言われてるんですよここからはもうちょっとついていけないというふうに思うかもしれませんが、でここもまだ序の口なんですよね、ここの中にね実はね情報が書き込まれてるというふうに言われてるんですよね、はい、この情報がどれぐらいかというと、新聞の情報の25年分ぐらいの情報が入ってるって言われてるんですよね、わかりーイエーと思いますよね、はい、情報ですからこれは物質じゃないんですよ、非物質ですね、はい、情報っていうのは、うんうんうん、非物質っていうのは、作れない自然界に放置してて、ここに情報が入ってきますかということですよね、はいはい、誰かがこの情報を書き入れないと入らないですよね、うんうん、まあ、私たちこの、画面見ていろんなコメントが来たりしますよね、はい、この番組の、聞いてくださってる皆さんが、スマホかパソコンか分かりませんが、情報を書き込んでくれるからコメント来るんですよね、はい、だから誰かが操作してるんですよね、うんうん、でそれと同じように我々のこの DNA の中に情報が書き込まれているというのは誰かが操作して書き込んでくれたというふうに思うしかもう理解できないですよね、確かに、はい、うんうん、しかも人類の人工的には書き込むことできないし、すでに書き込まれているわけですから、すべての生物にそれが入っているわけですよね、こんな恐ろしいような、見業をできるのは、創造主しかいないというふうにね、結論付けるしかないんじゃないかなと私は思うんですよね、もうここから深く考える必要ないんじゃないかなと思ったりするんですけども、もう考えても、夜眠れなくなるぐらいですよね確かに、はい、もうこれだけ私たちの体っていうのは神様、はい、本当に愛して作ってくださったんだなということがお分かりいただけると思いますね、はい、それではまたあと1曲聞いてからまた、はい、締めのお話をしましょう、はい、
ラジオお聞きの皆さん、ハイサイ協会デビルをお届けしております、もうエンディングになりました、今日のタイトルはですね、私たち人間も、これじゃないな、聖書が示す人体の機能についてっていうタイトルでお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。私たちの、体っていうのはですね、誰かが作ったんだというふうにね、素直に、考えることが、できたんじゃないでしょうか。これだけね、ミクロの世界が、偶然に進化して作ることができるでしょうか。それには、設計者、制作者がいると思いませんでしたでしょうか。誰かが作ったんだと、素直に考えることができることは祝福されますね。最後に、創世記の1章の31節を読んでみたいと思いますね。神はご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。夕があり朝があった。第6日。アーメン。はい、神様は6日間で、全てのものを作って見られた。作ったものを見られて最後に言ったのはね、非常に良かったって言ったんですね。その前はね、一つ一つ作った時はね、よしと見られたっていうふうに書いてるんですけども、この6日間は総決算で非常に良かったっていうふうにね、感想を述べられてるんですよね。これの違いっていうのは何なのかなっていうふうに思ったりするんですけども、もう完璧に仕上げたっていうことが、神様の感想だったんじゃないかなと思いますね。これだけ、今節丁寧に私たちは作られた存在なんだ、全ての自然も作られた存在なんだっていうことがお分かりいただけたと思いますね。これだけね、今ね、宇宙の、ね、報道もよくされますよね。はい、いろんな、宇宙飛行士の話題になってるけど、生物が住んでいる星ってまだ見つからないんですよね。はい、おそらくこう100年200年は見つからんと思いますね。何兆円お金かけようが私は見つけきれないと思います。これだけね、素晴らしい地球を作ったっていうのはね、これ神様の御業だと私は思ってますので、はいはい、こんなに無駄遣いするよりはもっと地球を大切にするためにお金作ってほしいなというふうに思ったりするんですけどね。この話は私だけでしょうかね。はい、今地球は病んでると思います。だから助けてもらいたいのは地球だと思いますね。自然壊さないようにね、回復させるように。そして人間のね、いろんな、苦しんでいる人、悩んでいる人たちたくさんおられます、まあ、そういったところに手を差し伸べるというところに、お金もエネルギーも使っていただければなというふうに思ってます。はい、今日も、聞いてくださった皆さん、私たち、人間も作られた神様を共に知っていきましょう。はい、ラジオを聞いてくださった皆さんの上に、この1週間祝福がありますようにお祈りいたします。この祈りを主イエスキリストのお名前によってお捧げいたします。アーメン。ありがとうございました。はい、にゃこちゃんもありがとうございました。カンパチさんもありがとうございました。ありがとうございます。はい、ヘブライ語できたね。にゃこさん、ラバなんだろう、なんだろう、すごいね、ヘブライ語。ツイキャス終わります。